皆さんこんにちは、プラケです。ペコル生後85日目、プラケのレオパ育児日記やっていきたいと思います。今日もルーナとホーチも餌やりしていきますので、よかったら最後までご覧ください。はい、では早速あげていきます。お、いい反応、はい、食べました。本当はね、昨日もね食べてほしかったんですけど、昨日も食べなかったペコルさんです。なのでさすがに今日はね2匹食べていただきたいと思います。はい、2匹目どうですか。はい、2匹目食べました。いい顔はい、今日はね2匹食べてくれました。では体重測定をしていきます。はい、どうぞ。よいしょ、26g ですね。というわけで今日はペコルさんはコオロギ2匹食べて 26g という結果でした。はい、では次ルーナの体重測定と餌やりをしていきたいと思います。はい、では続きまして第2号ベビールーナです。ルーナは生後、58日目ですね。ルーナもですね、2日連続食べていません。はい、今日は食べてください。あれ、はい、食べました。ルーナさんも今日2つ食べてください。その体勢食べにくくないのかね。おい、もう一個食べてください。オッケー、結局その体勢で2匹とも食べるんだね。でもね、すんなり2匹食べてくれました。よかったよかった。じゃん。はい、ではルーナの体重を測っていきます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。 19g ですね。飲み込んでますね。というわけで今日のルーナはコオロギ2匹で 19g という結果でした。ルーナちょっと全体のね模様映ってないから記録だからね。結構ねこんな感じでこの間脱皮したら、もともとあるストライプの横にね黄色い感じの色が結構出てきましたね。本当にねどんな感じになるのかが楽しみです。ではホーチに餌やりをしていきたいと思います。はい、では第3号ベビーホーチに餌やりをしていきます。ホーチは唯一昨日もご飯食べています。さあ今日も食べてくれるでしょうか。いや、いい反応だね。めっちゃ首かしげてるはい、OK、お、すごいね。相変わらずの食いつきだね、ホーチは。
はいよ、もう一匹。よいしょ、食べるかな、もう一匹。ほい、食べましたね。いや、相変わらず良い食いつきです。今日もね、2匹バッチリ食べました。ではホーチーの体重測定をしていきます。乗ってください、降りてください、よいしょ、26g ですね。ペコルと同じ体重ですね。はい、というわけで今日はホーチーはコオロギ2匹で 26g という結果でした。今日もね、3匹のベビーの餌やりと体重測定をしていきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。